原島孝治は、日本の政治家、宗教家、東京都大田区議会議員、参議院議員、総科学会理事長、公明党中央執行委員会委員長などを歴任した。1909年12月4日、東京都に生まれる。1929年、東京府青山市藩学校を卒業。1940年、総科教育学会に入会する。 1955年、東京都大田区議会議員選挙に立候補し、当選。1956年7月8日、第4回参議院議員通常選挙に立候補し、落選。1959年6月2日、第5回参議院議員通常選挙に立候補し、当選する。1960年、第3代会長池田大作の就任と同時に、 小泉隆の公認として総科学会理事長に就任する。1961年、参議院議員と東京都議会議員が中心となり、公明政治連盟が結成され、公明政治連盟中央執行委員長に就任する。1962年7月1日、公明政治連盟幹事長に就任する。1964年11月17日、 公明党の結成に参加し、公明党委員長に就任。同年12月9日、自宅で急性心筋梗塞を起こして倒れ、死去。去年55。ABC 原島隆絶望の淵より蘇る創価学会を脱会した、歴史の生き証人体験を通して、真の信仰へ、日清報道、2007年。 ISBN 978から48億1740万6453ありがとうございます。